ロシュフォール襲撃は7年戦争中の1757年9月、イギリスによるフランスのロシュフォール港の占領を目的とした水陸両用作戦。襲撃は数ヶ月前に就任したウィリアム・ピットによるフランス海岸への吸収という新しい戦略の目玉であった。何回かの遅延の後、遠征軍はようやくフランス海岸についてエクストを占領したが、 指揮官のジョン・モードンとが上陸を拒否したこともあって艦隊は撤退した。襲撃は失敗したがイギリスはその後も襲撃政策を継続した。7年戦争の開戦はイギリスにとって最先のいいものではなかった。北、アメリカにおいていくつかの戦闘でフランスに敗れ、地中海では軍事基地のミノルカ島がフランスに占領され、ハノーファーも 信仰の脅威にさらされた。敗戦を受けて、イギリスでは政権交代が起き、1757年7月にウィリアム・ピット率いる新政権が発足した。ピットは大胆な動きで、フランスの大軍を海外警備に集中させようとした。また、イギリス大衆が襲撃を支持していたことも無視、できなかった。イギリスの同盟者、フリードリヒ2世も、 フランスからプロイゼンへの圧力を軽減するために襲撃を指示し、プロイゼン軍とカンバーランド港の軍の大きな助けになることを力説した。公兵隊の士官ロバート・クラークは目標として選ばれたロシュフォールの要塞化が不十分で、イギリスの奇襲攻撃に弱いことを指摘した。遠征にあたり、ピットは国王ジョージ2世と首相入荷する公爵の許可を求め、 二人とも許可を下したが襲撃が現実的であることには回帰的であった。ハノーファーの形勢が悪化するにつれて二人とも襲撃の目標をドイツのシュターデに変更することを要請した。これはハノーファー軍の撤退を援護するためであったがピットは拒否した。上陸軍の指揮官にジョン・モードントと副官エドワード・コーン・ウォリス、ヘンリー・シーモア・コンウェイが任命された。 モードント軍の輸送と援護を任務とした艦隊の指揮官にエドワード・ホークが選ばれ、ジェームズ・ウルフ大佐が受貧化将校に任命された。遠征軍は1757年7月から8月までの間にワイト島で招集されたが、出発は何度も延期された。士官たちと8000人の兵士がニューポートに野営したが、 フランスに遠征の情報が漏れることを防ぐために最高位の士官を除き遠征の目的地は取得された。1ヶ月延期した後、イギリス軍は9月7日に出航してビスケー湾へ向かい、20日にはロシュフォール沖に着いたがノームで数日間上陸できなかった。ホークたち海軍の士官は秋が来るにつれて天気がさらに悪くなり荒波が押し寄せてくることを憂慮していた。 エクストの街2005年撮影ユグノーのジョゼフ・ティエリという名前の水先案内人に引き入られイギリス戦艦2隻がロシュホールの玄関先にあたるエクストの要塞に接近し2時間にわたる砲撃を経て降伏させたウルフはエクストからフランス本土を観察本土のフーラ砦の砲台がシャラント川の河口を守備していたのを見たフランスは イギリス侵攻を全く予想できず、イギリス艦隊が突如沖に現れると混乱した。ウルフは、フーラトリデへの吸収を強く提唱、ラロシェルへの用動も提案した。モードントは、フーラトリデへの攻撃に同意したが、その近くの海域の推進が浅すぎて、フーク艦隊が接近できないので艦砲射撃による援護ができず、攻撃を取り消さざるを得なかった。月日、 モードントは作戦会議を開いた。ロシュフォールトリデが脆弱であるという楽観すぎた観測は排水口の状態がわからないことにより否定された。会議の結論はロシュフォール占領が賢明ではなく現実的でもないというものだった。ウルフは再度の襲撃を主張したがすでに奇襲による優勢が失われたこともあってモードントは躊躇した。 それでも手ぶらで帰るわけにはいかず、28日朝の2度目の作戦会議で、昆衛将軍は、モードントにフーラ来ーへの攻撃を、再び許可させた。上陸地点は、シャッティライオンイコールプラージュが選ばれたが、モードントは、砂丘の後ろに、フランス軍が隠れているかもしれないことを懸念した。その夜、陸軍は上陸戦に乗船したが、突如強風が吹き、 長赤も考慮に入れると増援が上陸できるまで時間がかかりすぎたため上陸はまたもや取り消された。ジェームズ・ウルフ大佐は受品化将校として戦闘に参加したがイギリス軍が行動に出なかったことに憤慨した。この行動はピットに称賛され、ピットはウルフを昇進させてルイブールの戦いに参加させた。ホークはモードントの優柔不断にびれを切らし、彼に 最後通帳を送った。陸軍の上陸準備が整っていなければ艦隊はイギリスに戻るというものだったが、モードンとは即時の上陸は不可能としてホークの要求をのみ撤退を決定した。イギリス軍は撤退の前にエクストの要塞を破壊した。10月1日、イギリス軍はロシュフォールとエクストから撤退、6日にイングランドに到着した。 モードントは艦隊が西インド諸島から帰還してきたフランス艦隊に対処する必要があり、いつまでもロシュフォール沖に泊まることはできないとして自分の行動を正当化したが多くの将校はイギリス軍の行動がフランスに知られ奇襲による優勢が失われた後も上陸は可能と信じてモードントの行動を批判した。ウルフとハウは称賛されたがロシュフォールの災難的な失敗は 重殺刑に処されたジョン・ビングのミノルカ島の海戦における敗北と比べられた。エクストの大通り2005年撮影。遠征の失敗は公式に調査された。結果は、モードントに対する軍法会議を推奨したものであり、12月14日に現実となった。大衆が有罪を要求し、巨大な圧力を形成したにもかかわらず、軍法会議では、 作戦自体が理解のできないものだとして、モードントを無罪とした。この無罪方面は、モードントを辞任させるべきと信じた、ジョージ二世を激怒させ、ピットも、この襲撃を案に批判し責任を自分に押し付けた、判決に腹を立てた。襲撃のコストは、約100万ポンドもかかり、ヘンリー・フォックスに、ギニーで、窓ガラスを割れると揶揄された。いずれにせよ、ピットは、 フランス海岸への襲撃を継続、翌年にサンマル襲撃とシェルブール襲撃を起こした。イギリスの予想したことではなかったが、襲撃が頻発した結果にシンド諸島とロシフォールの間を行き来することは危険とみなされ、フランス商船は代わりにブレストへ向かうようになり、イギリス戦艦に簡単に打破されるようになった。エクストは1809年のバスクロードの海戦で、 再び戦場になった。ありがとうございます。